皆さんこんにちは、いつもご覧いただきありがとうございます。はい、タイトルの通りですね、ランクル250、車検証、ついに完成いたしました。パチ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 、ランクル250の車検証、はい、手元に届いております。中身の方をですね、ちょっと掲載していきたいなと思います。まあ車検証のね、記載とか、所有権どうなってるのとかですね、あとはまあ縛りとかね、あったのかとかね、そういうことを話していきたいなと思います。まずその前にちょっとね、アルコールを注入させていただきたいと思います。私も今帰ってきたばっかりなので、ちょっと、すいません、アルコールをちょっと一杯いただきます。ああ、美味しい。はい。まずね、こちらをご覧ください。じゃん。はい。まず、車検証のね、注意して見ていただきたいのですが、使用者とね、使用者の本拠の位置っていうのが米印になってますね。この上に所有者っていうのがね、まあ、いわゆる私の名前が、名前、住所が記載されてるんですけども、まあ、それに見習って、下の使用者も同一ですよ、ということの車検証でございます。まあ、ゆえに、あれですね、所有権はなし、ということでございます。はい。これで、いつでも堂々と、売れますね。売るなっていう感じですけどね。はい。乗りたいと思います。はい。これは現金で買った場合はね、こんな感じになるかなと思います。ローンとか、あとは、残クレとかね、キントとかね、そういうので買うと、使用者の欄に、ご自身の名前が来て、その上の所有者のところに、トヨタでしたらトヨタファイナンスであったりですね、まあ、いろんな加盟店ありますけどね、ジャックスだったり、オリコだったりね、まあそういったローン会社の所有権がついたり、まあするのが一般的で、ですかね。はい。ということで、私の方のこの記載ですと、もういつでも売れるという状態です。はい。売るなっていう感じですね。絶対売るなと。はい。登録日はですね、まず令和で言いましょうか。令和6年5月23日と。車検の方が令和9年5月22日までということになっております。じゃあ、車両情報の方ですね、見ていきたいと思います。はい。まず、車名、トヨタ。ね。型式の方がガソリンですね。3BA。まあ、3BA ハイホンのTRJ250W という形になってますね。はい。で、その後にね、自家用だとかね、まあ、四駆でもステーションワゴンになるんですね。で、その下に重量、2200トンもあるんだね。2.2。重いですね、かなり。2.2、ああ、だからローダーに乗らないって言ってたのは、2トンまでのローダーしか持ってない反射さんは持ってこれませんね。自走でしか。はい。2トン超えるっていうのだと結構ね、重たいですね。私の1台持ってるテスラもですね、2トンちょっとあるんですよ。テスラモデル Y なんですけどね。2トンちょっとあって、ランクルはさらに重いと。ガソリン車なのに、バッテリーも積んでないのに、さらに重いということなんですね。はい。で、その後に、長さ。幅が、はい、幅が198ですかね。かなり幅がありますね。もう約2メーター近いですね。かなり大きいな、ということです。はい。ガソリンと。その下に型式指定とかね、類別が、記載されてますね。型式指定とかね、この類別番号っていうのはね、部品頼むときにこの番号必要だったりしますね。なので、車体番号とか分かれば、まあ私の車体番号はこれ伏せてますが、車体番号と型式指定、類別区分を入れるとですね、ランクルのこの部品取りたいってなった場合にはね、すぐ検索できるようになってますね。はい。で、その下に、まあ新規登録って書いてありますね。
OSS、OSS 登録っていうね、やり方になります。車庫証明とかね、いちいちやんなくてもね、OSS 登録でね、やってくれると。あとは、まあ、重量税、いくら払ったか、61,500円。その下に OBD だとか、まあ、いろいろ、排ガスだとかですね、いろいろ書いてありますね。マフラーとかね。はい。まあ、そこが注意事項というかね、備考の欄になりますね。はい。まあ、一応見ていただいた通り、何の変哲もない車検証ですけども、まあ、この間の配信からですね、たった4日でですね、もう登録が終わって、今日メールしますということで、メールが来て開いたら、車検証があるということでしたので、まずまあ、これを元にですね、保険会社に保険を、かけてもらおうかなと思いました。そしたらですね、保険が、車両っていう欄があるんですけど、車両保険の、まあ、なんて言うんですかね、いわゆる、リスク番号みたいなんですね。数字が高ければ高いほど保険料高いんですけど、これちょっとね、話しますね。これがね、なんと、13っていう数字がね、係数がなってました。ということは、いわゆるリスクが高いので、盗まれるリスクが高いので、保険料も高いよっていう数字になりますね。私も13なんて数字ね、本当に昔、ベンツの S クラス乗ってた時に10とかだったので、結構すごい高いなっていう感じの高い係数だなっていうふうに見てました。はい。はい、失礼しました。なので、ちょっと車両保険なんかも入れる際には結構高いのかなというふうな予想がされます。なので、まあちょっとその辺はね、いろんな保険会社を比較しながら入れていきたいと思います。まず国内型の保険会社と、あと外資系の保険会社をちょっと検討しながらですね、入れていきたいなと思います。はい、今日は車検証の件については以上でございます。はい、またお願いします。